え、今日も前お菓子を持ってきたのそれは、あれはい、そうなんですけど先週の,あの放送後期聞きましてはい、ちょっとふざけてましたよねずっと私お菓子食べてましたなので今日はちょっと反省して後で食べますそれいつもだよ <laughs> <laughs> それちょっとでもちょっと撮っておこうと思ってね、ええ、好きなの、はいそうですねはい。ジェイランさんは今日は真面目にあの 最近ちょっと僕心配なんですよね事件が起きすぎているジェイランさんのキャラが何かこ,うここに来てものすごいとっちらかって崩壊し始めてるんじゃないかっていうキャラ、うん、今までのんかこうまずまあまあ超超超絶なんかこう特権階級みたいなところから来てそれねねやめましょうよそれ、ね、<laughs> で,でなんかあのほらブラー お母さんと買いに行くはいっていうところ、はい、はいってはい,、はい、<laughs> はいって <laughs> いきますそ,それさ俺思ったんだけれど <laughs>、えー、まあ多分みんな思ったんだと思うけれど五十歳ぐらいになっても行くのそれはないじゃないな誰と行くのそうなるとそのうち少しずつ一人で行くのになれるんでしょうね もう結構いいと高校生中学生とか高校生とかがそれを言ってるからわかるなけどでもそうそんな反応されたのでもう次は一人で行こうって思いました本当に行きます行きますこれは本当に本当ちょっと緊張今から緊張するけどまだちょっとツイッターとかアップして買ったばっかりなんですか買ったばっかりだからね今まだ行かないけどそれちなみにいつ買ったんですか結構最近ですよ最近のお話でしたねこの前話 した時の週だった気がします多分お母さんと一緒に篠原涼子さんが、はい、いい <laughs> 宣伝しているブラを買いに行った <laughs> <う>でなんか今日は今日で、はい、ねでベンサムの大関さんが好きだとなぜならその理由は弟に似てる <laughs> 親近感を覚えたってだけですあのミュージックビデオをね受験させていただいたんですけど、はい、その時になんかねちょっとたまに大人に見えました で可愛い顔が濃い凝りが深い感じが、ええ、顔な,なんだろうね親近感ですよ、ね。親近感でもあれでしょやっぱりだって自分と似た顔のペットを飼ったりとかあとはねなんかそういうのありますよねちょっと顔が似てると仲良しになりがち。っていうふうに言いません、ええ、そうなんだ<笑><笑><笑>顔が似てるとと、うんまあ、とずっと一緒にいるとね 夫婦とかに似てくっていうふうに言うけどなんか顔が似てたりなんかちょっと懐かしい感じがすると<ー>友達になったりとかなるほどねそんなことないのかなえじゃあ似てる顔似てるのジェイランさんのお友達はジェイランさんみたいな顔してるの今思い返してみたら大学時代の親友一人女の子中国人なんですけども、うんま、もうう本当ピュア中国人の地位しか流れてないのになぜか私とちょっと似てる 子がいます <laughs> その子すごい仲いい今も仲いいんですけどこの後会うんですけど、うん、そういうふうに何か似てきちゃうとかあるのかなとかあと似てる人にちょっとなんかね親近感を奪えるって本当にイブがタイプっていうわけじゃないってこと今必死に <laughs> 必死に今一生懸命 <laughs> なんかもう本当にすごくこうなんかな何な,なんだろうね。 この不思議な宇宙人みたいな感じのパティンは宇宙ユーフォ見たことあるおじさんないですないですあるの <laughs> ケンタッキーとかでなんか飛んでそう。はあ <laughs> なんかそれはなんかそれはワイドショーとかでね出てくるねなんかそういうミステリー番組とかで出てくるのはそうですよやっぱりそうですよねテキサスとかでね農場で経営してるおじさんがこう見たっていう,う、ね、そうそう,そうでみんなちょっとあの鉛の,の英語で。あそう

Q4 の話だろう。今。なんで置くんだよ。<laughs> ごめんね。今聞いてあげるよって言ったのに、もうおかしくなっちゃうよみんな。大変だよ。緑でした。色が。うん、なんで？その時もね、あの先ほどのからち,ょちょいちょい登場してる弟と一緒に申し訳ないんですけど、一緒に見てて、うんうん、ミシガン州のとある畑。 竹でユーフォー緑が何人か光ってると思ったらパッと二つに分かれてでまたパッと一つになってヒュッていなくなったんですよなんか今のはひろいぐい、ね、とかしたんじゃないですか二 <laughs> 人とも具合悪くなって <laughs> ちょっとクラクラして <laughs>、うん、そうかもねそうそうなのそうかな <laughs> そんな大したユーフォーの話じゃなく連れてかれたりとかしなかったんですかそれはない <laughs> えー、でもそういうのもあるってね言いますものね連れてかれてんだよ<体>絶対にジェイランさんはそっか分かったそういうことだでもだ<か>らそっかそん時パッて割れた瞬間多分もうなんかガって気絶させられててでパ、はい、ッてこう連れてかれて、はい、なんか変なのう埋め込まれたんだよでも確かにその次の記憶はお夕飯だからほら <laughs> <laughs> !UFO 見た後の次飯食ってるんいので その空白の期間の間に何かこう埋め込まれたん、うん、面白いですね記憶をね消すって言いますもんねそういう話大好き <laughs>、うん、でなんかこうもうこんなんなっちゃったんだ,だ残念でしたいやもう本当に残念なのねえ,自分,え自分でえジェイランさんは自分で自分のこと残念だと思ってるのでだってお茶屋さん何回も言われるのでそうかと思ってちょっとでもしっかりします どういう風にしっかりしすもう一回宇宙に行ってもう一回宇宙に行ってしっかりする <laughs> はい、じゃあジェイランさんが今年中にしっかりしたいこと宇宙に行くことおしまい <laughs>